東京の東名和から来ました青木と申します。よくまあ、島田はいろいろな意味で、かなり注目されてるという。で、この間3月15日に島田市長はですね、がれきの受け入れを表明しまして、で、まあ、その後周辺の最終処分場の周辺のですね、住民の皆さんの頑張りで、その瓦礫の受け入れ実施っていうのがストップしてきたんですけども、で、まあこの地元でいろいろ活動されてる方から言うと、かなりもう本当に精一杯の活動されて、で、今後どうなっていくんだろうっていうことをいろいろ心配なさってると思うんですけども、比較的私の方はですね、まあ、この問題については去年当初からずっと関わり始めてきまして、でようやくですね、先が見えてきたと。多分もう結論的に言いますと、多分この瓦礫の問題は全国的に潰れると思います。そういう状況なんです。でちょっと今皆さんのお顔を見ててもですね、これは例えばあちこち講演会行った時に皆さんの耳に入ってきてるのはほとんどテレビとか新聞のニュースで、でインターネットの環境にある人も地方なんか行くとですね、必ずしもあるんですよね。あまり多くの方がインターネットをやってらっしゃらないんですよね。そうするとテレビ新聞でしょ。でテレビ新聞はどんな感じでこれまで報道しているかというと、瓦礫をですね、受け入れるのは被災地との絆のために必要なんだと。でなんでそれが絆につながっていくかというと、瓦礫はですね、受け入れることが被災地の復興につながっているんだと。でそういうニュースがやはりほとんどそういうニュースばっかりでですね、でしかもその聞こえてくるニュースはですね、どこどこの知事さんが瓦礫の受け入れを表明したとか、どこどこの議会が、受け入れに賛成したとかですね。だから皆さんの頭の中では全国でですね、受け入れを進める自治体がどんどん広がってる、そういう受け止め方なんです。でそれに対して事実は全然違うんですよっていうことを僕は、まあ、話をして回ってきたんです。でそうするとですね、その講演会の感想として皆さんも晴天霹靂だったというんです。全然事実と今まで聞いてたことと違うことを聞いた、そういう反応がすごく多かったので、今はですね、いやもうこの瓦礫の問題は潰れですよっていうふうに僕が言った時に皆さんの驚きをというのもある程度ちょっと想定ができたんです。で、普段大きな資料をですね、準備して、まあ、講演会みたいな形でやってるんですけども、今日ちょっとそのお手元にあるレジュメに沿ってですね、話を進めていきたいと思うんです。あちこち行った時にその絆の問題ということを実は考えてくださる方というのは、実はいろいろな問題に対して興味を持ったりとか、被災地の去年の3月11日の被災の状況を見てですね、やはり心を痛めている人なんですよね。だから少し事実の見方が変わってくると、大きなこの瓦礫受け入れではなくてですね、人の受け入れをやろうという、それに切り替えようということを言ってるんですけども、その大きな見方になってくださっている人たちで、で最初に絆の問題を考えるんだったらですね、まず被災地で
一番大変なのは誰が大変になってるか、で子供たちですよね。でちょっと話を聞いても大変です。僕は秋田へ行った時に、中田真理さんですっていう方のお話をちょっと聞いたんです。で福島県に住んでらっしゃって、それでもう毎日の生活が大変だっていうのは、子供を外に出す時ももうマスクをつけさせて、で時間は30分です。それで毎日ですね、内部被曝の問題を考えて、安全な食材を子供たちに提供しなきゃいけないということで、食材選びでももう現地は大変ですよね。で毎日もう本当に普通子供さんをですね育てていくっていうのはものすごい大変な作業ですね。大変なエネルギーが必要なのに、もっとその大変だ。だから一番大変なのはね、子供の未来のことを考えて、そういう生活を送っているお母さんたちが一番、そっちは子供が一番大変なので、絆っていうことを考えるんだったら、そこからね、そこを切り口にして結び合っていくようにしていただきたいっていうことをまず話をしています。それでその時に、まあ実際的にはですね、そういうお母さんのことを考えていただくって言った時に、その中でやはり決意をしてですね、全国の非汚染地域、汚染地域と非汚染地域という言い方を私自身してるんですけども、まあ福島県中心にして、関東で言えば東京、埼玉、神奈川あたり、静岡もですね、箱根の向こう側まで、まあ一応汚染地域なんで、でそこからこっちは非汚染地域で、その非汚染地域に、避難して人たちがたくさんいます。でこれは正確にですね、データの上できちっと調べたわけじゃないんですけども、この間沖縄から東京に、実は反対ですけど、東京から沖縄に避難されていて、それでバンダシェフスキーの講演会があるということで、それで東京に来ていた人と今沖縄に住んでいる人です、ね、お話を聞いたらですね、大体沖縄にはもう1万人近く、これ全然知らされてないよね、我々1万人近くの人が。でこの間九州行った時に、九州でも大分行った時に200人300人で、福岡県ではですね、土地の値段が上がってます。多分ですね、 もちろんその土地の値段が上がるところまで来てるっていうのが避難者の話だけではなくて、多分東京がですね、いろいろな意味で不安定な状況になってるんで、もし何かあった時にその九州がいいなっていうことで、九州に土地を買ったりマンションを買ったり、そういう動きが出ていて、もう福岡ではですね、もうちょっと値段がいくところまで行っちゃった。で僕は、この間、北九州の講演会に行った時、北九州と、博多、まあ福岡のね、博多、それで飯塚市、で久我市で3日間で 4回その講演会やったんですけども、その飯塚市っていうのは博多からローカル線で40分ぐらい行ったところです。昔の筑豊炭鉱の、まあ、中心地だったところですね。で、そこ行ったら、その飯塚市、こんな田舎で、もう本当に森の中をね、電車が走っていくっていう感じでね、こんな田舎で講演会やると人が集まるんだろうかと僕ね、思いながら行って、そしたら、40分ですよね、この80名の方がぎっしり
ええー、と思いましたけども、でそこのそんな田舎のですね、あの飯塚市の油断が上がりつつある、あの世の中があの変わりつつあるんです。でそのがれきの問題はさっきちょっと言ってたんですけども、あのこのレジュメに書きましたようにですね、がれき受け入れ状況と世論という、今年の3月の14日に共同通信があの全国の自治体調査してですね、 86% の自治体が受け入れ困難で、こういうニュースはあまり流れてないんですよね。でこれはあの共同通信から配信を受けた北海道の新聞だとかですね、埼玉新聞なんかでこういう報道が流れてます。まあ、あの NHK はあのその報道を打ち消すようにですね、打ち消すっていうことが意識あったかどうかは分からないんですけども、世論調査をしまして、57% の人があの受け入れに賛成しているというのを発表しました。でただ、これはもうあの最近どこでもかなり皆さん慣れてきたんですけども、世論調査っていうのは、調査の質問のやり方だとか、どの時間帯でどういうふうに調査するかということですごく変わってくるっていうのも皆さん共通認識になってるので、まああの普段昼間にですね固定電話で、世論調査するとほとんどかなり高齢者ですよね。後期高齢者の人しか最近はいませんよね。だからそういう傾向が出てしまうっていう。でこの後が面白いんですけども、インターネットどうだったのかっていうんで、あの自民党がですね、自民党の本部であのインターネットを調査したんです。そしたらこれはすごく意外な話ですね。4月の末ですけども、2000が賛成、反対が2万、10倍増えるんですね。でこれは当初からほとんど同じ傾向ですね。3月に、やった時に1000ちょっと賛成が、反対が1万いくつ。であの自民党がこれなんであのこういう調査をしたかというと、これはもう皆さんご存知のように自民党はその今度民主党の政権からですね、もう一回、政権奪取して、で政権に返り咲きたいっていうふうに考えてますよね。完全に本気モードでやってるわけです。で本気モードでやってるところはですね、テレビだとか大新聞の世論調査をあの当てにしないんです。当てにしてるとですね、あの3年前にあの民主党の菅さんがですね、世論調査では消費税反対が過半数を超えるっていう調査結果が出た。でそれに乗っかってあの消費税入れるとか入れないとかって言ってしまったために、まあ参議院選で惨敗しましたよね。だからそういうことを横目で見てる政党はですね、あの、テレビだとか新聞、大新聞、テレビなんかの報道はそのまま信用するとあのようになるよという。それできちっと自分たちなりに本当に皆さんの傾向がどこにあるのかということをちゃんと掴んでおかなきゃいけない。それで自分たちが調査で、インターネットの世界もそのがれきの問題については批判的だという。そうすると次はどこになるかというと、マスメディアの世界でいうと週刊誌なんですよね。週刊誌が徐々に事実を伝え始めて、それでだんだん広がっていくんです。で今回ちょっと見たらですね、予想通りに3月14日頃から週刊誌が動き始めます。で、初っ端が週刊女性です。で、これはですね、週刊女性が3月11日の、震災のですね、東北大震災の1周年ということで、特集を組んで、10ページの特集を組んで、
それでその時に瓦礫問題のインタビュー構成しまして、でその時まあ僕と山本太郎さん4ページあった時、2ページずつ4ページあった時、それでそれがまあ一般の週刊誌でやはりその瓦礫の問題について批判的な情報が流れるというのが最初だったんですよ。でこの後スパっていう、スパっていうのは女性の方は知らないですよね、週刊誌。これ男性週刊誌で、これはですね、もうズバリですよね。瓦礫の処理はですね、被災地の復興につながらないという、そういう見出しで、で、報道しました。で、フライデーは、愛知県の方でですね、実は放射性物質を埋め立てた埋め立て処分場の上に今一般住宅が作られている。つまり埋め立て処分場で埋め立て処分場の管理なんていうのはですね、実に適当でですね、でこのまま全国に瓦礫が持っていかれて、その、焼却は放射能汚染の焼却場合ですね、埋め立てられていけば同じようなことが起こりますよという内容の、これはかなり広範の内容です。で週刊文春は田中康夫さん、長野県の田中元知事の、田中康夫さん、今衆議院議員なんですけども、彼とですね、あと新潟県知事のですね、泉田さんで、もう一人の菅内閣の時の参与だったかと、で3社の提談でですね、でこれも5ページの特集 で要するに瓦礫の、処理が復興につながるのかというような感じ で不都合な真実みたいな、どっかで聞いたような題だったんですけど、まあそういう形でですね、週刊記事はまあ僕が書いたんですけども、完全に週刊誌は反対がきちっとしたこの裏付けを含めて反対が主流になりました。それでいよいよこうなってくると、いよいよあとは、テレビだとかですね、大新聞もあとはそこに移ってくるっていうふうに思ってたんですけれども、そしたら4月の19日にモーニングバード、これモーニングバードの、テレビご覧になった方いらっしゃいますか？モーニングバードというのはテレビの番組自身は皆さんご存知ですよね。玉川さんというレポーター、その方が小麦公社の問題なんかでずっと結構すごくですねやってらっしゃった玉川さんなんです。で彼がこれを、取り上げてですね、震災瓦礫は3県で、福島、宮城、岩手の3県で2250万トンの瓦礫、当初2400万トンと言われてたんですけれども、まあ、少し減ってきてですね、2250万トン。でそのうち、公益化するのが400万トン。まあ、約2割です。で、そのうちですね、350万トンが宮城県。まあ、9割が宮城県。それで宮城県の瓦礫の処理の担当者に取材をしまして、それで宮城県はどういう方針ですかということをまあ聞いてるわけですよね。そしたら結論的に言うとですね、宮城県はこれは自分、課長さんが、県の課長さんが出られたんですけども、自分だけの意見じゃなくて、これは知事の意見でもあるっていうふうに言いながら、宮城県の350万トン、予定している、公益化予定している350万トン、関連系のものについては、ほぼ宮城県の中で処理できるということを答えた。
これびっくり仰天の話です。今まで被災県が広域処理をお願いしないとですねできない話になってたわけですよね。それが宮城県は全部できるっていうことを言っちゃったわけです。で可燃系っていうふうにちょっとぼやかしたんですけども、実は広域化するのは可燃物ですから、コンクリートですとかそういう瓦礫をですねわざわざ遠くまで運ぶっていくらなんでもね遠くまで運ぶっていう理由は成り立たない。で、350万とで、しかもその後に環境省の山本さんっていうやっぱり今回担当している課長さんにですね、取材をして被災県では広域化って必要ないって言ってるんですけども、環境省は広域化どうするんですかって聞いてるんです。すんごい嫌味な質問なんですけどね。そしたら環境省はどういうふうに答えたかって言ったら、もよくそういうことを言うなと思ったんですけど、もともと被災県の要望があってこういう自分たちができないからそのやってくれっていうことがあって環境省は広域化を進めてきたので、被災県がそういう必要はないって言ってるんだったら別にいいですよっていうふうに答えた。皆さんなんか言いたくなりますよね。っていう話ですよね。でそれが4月の19日のモーニングワードで報道されました。でその後ですね、宮城県知事が、何回か会見をしてます。それで今例えばお願いしている少数の、県を、除いて、多分もうお願いする必要ないでしょうっていう。で残念ながら島田市はですねもうお願いしている県に含まれるんでですね、全体としては必要がないんですけども、もうお願いしたんだからということで今進みつつあるんです。でじゃあ瓦礫の広域化の問題というのはちょっともう一回ですねその検証するということをここにちょっと書いてあるんですけども、これはですね、瓦礫の予算にどれだけその使うのかっていう、国がお金を使うのかっていう、これなかなか明らかになってなかったんですけども、産経新聞の去年の11月の報道で1兆700億円っていう、これがまあちょっと流れてました。で3月の26日に私たちがですね環境省と直接交渉しました。でまあ環境省交渉をみんなでやっていこうということで全国呼びかけて、で1週間ぐらいの間にですね全国の1700人の人たちの賛同を得て、でこの環境省交渉をやることになって、でその中で当然瓦礫にはどれだけのお金を使うことになっているんだっていうのを聞いていたら9900億円です。つまりまあ、ざっくりですね1兆円の予算を組み立てているんです。ところがですねここにちょっと書いてあるんですけども、瓦礫の処理については阪神・淡路の時だとか中越地震の時に大体ほとんど被災地で処理してるんですね。その処理費は1トンあたり 2.2 万円なんです。1トンあたり、それでそれを計算すると2250万ドルと 2.2 万円を計算するとですね4900万円じゃなくて4900億円だから約ですね5000億円で、5000億円がなぜ1兆円の金になってるかっていったら広域化するからなんです。でたまたまですね、僕は今日はその資料はですね、講演会の時の資料なので、今日はその資料は皆さんにお渡ししてないんですけども、こういうですね、
こういう資料を、こういう、まあ、大体40ページぐらいの資料を皆さんに、講演会の皆さんにお渡しするようにしてきたんです、今まで。で、この資料を、主催者団体のところに、まず事前に送ってですね、で印刷していただいて、こうやって調和していただいて、会場で皆さんに配っていただくみたいなことをやってきたんです。で、静岡とか神奈川だとか埼玉に行くときに、大体500円から、600円ぐらいの間ですよね。宅急便で、この原子を、資料の原子を宅急便にまず送る。とか、九州に行ったときに、九州のときに、宅急便で送ったらいくらかかったと思います？こういう経験ありますか？このぐらいの話です。普通の、A4 の茶封筒で入れて宅急便です。1060円からあります。つまりですね、物を輸送するっていうのは距離が伸びればですね、それに比例して金かかる、まあ当たり前の話です。例えば静岡だと静岡だと高速で1時間だけど、九州までだったら東名高速、あと阪神、それで中国、中四国、大変ですよね。ちなみにですね、東京が岩手県の宮古のがれきを当初1000トン引き受けた時のトンあたりのお金が6万円から7万円、東京でです。岩手から東京まで運んでくるのにそんだけの金がかかるっていうことで計算したんです。つまり 2.2 万円の3倍から 3.5 倍です。ほんで僕は九州に行って九州の人たちに言いましたよ。九州組んだら持ってくんなっつって、で皆さん方がやるのは何かって言ったら、こんなところで輸送費で金をかけるんじゃなくて、ね、その金のかかった分に被災地の復興支援だとかそういうの使えばいいじゃない。でその総額はじゃあどうなってるかって言ったら1兆円なんです。1兆円のがれきの予算もこれ普通ですね、今おっしゃっていただきましたけど、普通は予算立てるときは、ね、がれきの処理は九州にどんだけ、ね、山陰の、与那国にどんだけ、どこどこに富山にどんだけ、それで予算立てますね、普通は。何にもないんですよ。多分出してるはずですよ、彼らは。だから、どこもみんな断られたらですね、沖縄にね、持っていこうとか、九州に持っていこうとか、むちゃくちゃな話ですよ。誰が喜ぶかって言ったら、それは海洋輸送でやりますって言ったら、その運送会社、JR 貨物でやりますって言ったらですね、そのあれですよね。それは儲けになるかわかんない。だけど、普通一般に考えればですよ、被災地があって、まあ、火事場に行ってですね、火事が起こって被災者がいる、その時に財布が落ちてたから、ね、落ちてたんじゃなくて落としたんだけど、それを持っていく火事場泥棒みたいなもんですよ。それは環境省がやってるのは火事場泥棒なんですよ。被災地の不幸につけ込んでですね、省益でこんな予算を立てて、で予算立てちゃったからこれはもう使い切らなきゃいけない。我々は年度末にその用もないのに、こんなとこないやるのかっていうのもないのに、その道路を ほじくり返してですね、えらい迷惑を受けます。あれ予算消化のためにやるわけですよ。一旦立てた予算消化のため の攻撃化っていうのが、これがいろいろ調べてきたところの実態なんです。だから公益化はですね、被災地の
絆を強めるっていうんじゃなくて、被災地の復興の足を引っ張るもの。だからこういった断固として拒否してくださいっていうのを、まあ、あちこちで言ってきた。だからみんなはですね、全部今まで自分たちの頭の中に入ってきた情報とですね、全然違う話だったので、みんなびっくり仰天ですよ。で、まあ、僕はですね、一応その技術系でですね、技術系っていうのは大体理屈っぽいんですよ。で、例えばじゃあなんでそんなことが、環境省はできたのかって、あるいはやってしまったのか。これはですね、2250万トン、まあ元は2400万トンって言ってたんです最初。2400万トンっていうのは想像つかないですよね。だけど一つの指標があるんです。5000万トンというのは我々が、全国の市町村が、1年間に出すゴミ量が約5000万トン。だから1年間に全国から出るゴミ量の、半分量が被災地のゴミとして出た。で当初ですね、霞ヶ関で霞ヶ関の付け根の上に座って考えてればこれだけの量を処理するのは大変だと。しかも被災地の市町村が、庁舎ごとですね流されたところもあると。だから全国の有り余ってるですね焼却施設、全国どこでもですね大きな大きな焼却炉を建ててるわけです。必要もないのに不景気でですねゴミ量が減るし、で皆さんがリサイクルしなきゃいけないって、ゴミの減量しなきゃいけないってことでゴミ量が減ってるのにですね、大きな大きなですね、課題の予測をして、まあ日本の場合はゴミだけじゃないんですけども、道路もダムも、静岡にも、なんとか空港ってあったと思いますけどもそういうの大好きでですね、だからその霞ヶ関の付け根で座っていれば当然全国の有り余ってる焼却施設を使ってそこを持っていけばいいっていう、まあ机上の空論ですよ。だけど実際に阪神・淡路の事例だとかそういうところを見ればやはり外へ持っていけば輸送費でものすごくお金がかかっちゃう。だからその新潟県の泉田知事さんなんかも中越地震の時には基本方針として外へ持っていかない。そうそうですよね、お金はですね国が補助してくれるって言ったと税金じゃないですか。だからそういうふうにしちゃってはいけないというふうに考えてた。しかも今回は放射能ですよね。だからそんなことを一切の一切考えないで机上の空論立てて、で予算が確保できちゃった。今まで、せいぜい数千億円単位です、ね、年間の予算が。その環境省は1兆円です。もうふわふわです。でしかも今回の問題は市町村が持っている焼却施設、市町村が持っている埋め立て処分場、そこで処理処分するということになります。市町村にお話をまず通しておかなきゃいけない。一切出したらやらないと方針決めた。ずる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 。それで今あっちこっちから懇談さになりますよ、全国の自治体からの意見書は。で、僕が環境省講師をやった時に藤原さんという、まあ、ゴミ問題長くやってる藤原さんという住方さん、元東京都の職員だった人なんですけど、彼も言ってましたけども、こんな法律の作り方っていうのは初めてだった。普通は法律を作る時は関連する自治体と集めてすり合わせするんですよ。まあ、それはそうですよね。
自分たちが作った法律がですね、いかに企業不倫でないかということを点検してもらわなきゃいけない。でそういうこともしないでやっちゃった。だからもうあっちこっちでですね、破綻きたしてる。で、まあそのここにちょっと書きましたけど、崩れた攻撃処理の理由って書きましたけども、瓦礫の処理は遅れている。これはもう皆さんもですね、環境大臣があちこち行ってそういうことを吹いてましたよね。瓦礫の処理が遅れてるんだ。遅れてるから、瓦礫の処理が進まなければ復興支援も進まないんだという。で、この問題を受けて、俺は3月26日に交渉するときに、実は、先に質問出しておいたんです。遅れてるって言ってるけども、広域化はですね、わずか全体の2割だ。遅れてるのは広域化のせいじゃなくて、地元での処理をどうするかということを環境省、あるいは被災県が立てなかったせいじゃなくて、人のせいにするんじゃない。受け入れてくれないから遅れてるんじゃなくて、ね、被災地が、進んでないから。阪神・淡路の時は1年経った時に 50% 処理が終わってた。で今あの時点では 5% から 6% って言ってた。責任は環境省のせいじゃないかって質問状を投げかけた。そしたら、環境省交渉の時に出られてきた役人がですね、5人のお役人が出てきました。の一番最初に言ったのは、瓦礫の処理は順調に進んでます。っつって、順調にって今日の段階でもう 7% しか進んでないって、さっき言ったばっかりじゃないですかって言ったら、 7% っていうのは全部終わったのが 7% だと。仮設置き場にほとんど設置し直しました。全体としては順調に進んでますって言った。それはですね、責任追及されるからと思ってそういうふうに言った。で僕なんかはまあ交渉に座ってましたんで、閉めたと思って、もう逃さないようにですね、今確か順調にって言いましたねって言ったら、順調に進んでますって言って言わせといて、順調に進んでるんだったら環境大臣がね、遅れてるからね、全部引き受けてくれって全部待ってるじゃないか、環境大臣のあなた方は橋も外したのかって言ってやったんですよ。これがだから彼らの遅れてるから広域化を進めてほしいっていう、それをまあ彼ら自ら取り出した。でもう一つはね、3年以内に終わらないと補助金上げませんよって言ってた。そしたら3年以内に終わらさなきゃいけないっていう話になると、いろいろ準備の段階、準備だとかなかなか時間かかりそうだっていう被災地ではですね、まあお金頼むしかないなっていう話になっちゃいますよね。でその3年以内っていうのはどこから出てきたかって聞いた。そしたら阪神・淡路の時は3年以内に終わりましたって言うんですよ。じゃあその3年以内って言うけども、別の最初遅れてるっていうやり取りのところで、なぜ遅れてるかっていう話をやった時に、やっぱり今回は阪神・淡路の時とは違って、あの時は震災の瓦礫だった、今回は震災に加えて津波もあると、泥もかぶって塩水もかぶってると、処理が大変だって言ってたんです。大変だから遅れてるって言ってたの。じゃあなんでそれをね、阪神・淡路の3年と同じように終わらせなきゃいけないっていう話になってるんだっていう。要するに3年っていうのは、僕はね、ファジーなんですねって言った。適当って言ったらですね、答えづらいかなと思って、まあファジーなんですね、ファジーなんですですって言った。要するに3年なんて根拠はなかったっていうことです。ほんでじゃあ地元でできないから引き受けてくださいって言ってたんです。もう一つ大きいで、これはですね、まあそうかなって思っちゃうじゃないですか。
だけどこれはいろいろ調べていったら仙台市は地元で消費者にした仙台市はやっぱりすごかったです。仙台市はですね、あの阪神淡路の経験者を1ヶ月スカウトした。それで何を始めて何からやらなきゃいけないか、これは確かにですね、いろいろな貴重な記録を見るよりも経験者来てもらう、教わる。そしたらまず最初診療を抑えなさい。で中間処理はどんな形で準備しなさい。で仮処分場はできるだけゴミ量を減らすために分別しなきゃいけない、そういうことを教わった。しかも廃棄物資源循環学会の、まあ、京都大学の浅井さんっていう、もう本当にこういう几帳面な仕事をする先生ですけども、その先生とあの学生のグループなんかの助けを得てですね、このゴミはこういうふうに分類していく、このゴミはこういうふうに分類していくみたいな、ものすごいきめ細かい分類のやり方なんかを教わってですね、まあ、あの総合力ですね。で、その仙台市の遠藤さんは、あの仙台市の中で、環境局に勤めてるんですけども、普段からあだ名がね、あの仙台市の最終処分場っていうあだ名が付けられてたんですよ。でなんで最終処分場かっていうと、あの持って行きようのないですね、難問尋問が出てくると、その遠藤さんのところで頼むとですね、解決してくれるっていうんで、つまり最終処分がなされるっていう、まあ、仙台市の最終処分場で、普段からそういう付き合いをしていたので、まあ、いろいろな人の、ね、ネットワークを得てですね、仙台市はそういうふうに見事にやったんです。で僕はあちこち行ってですね、あの僕自身も発明の仕事をしてたんで分かるんですけども、一番その世界発明の仕事っていうのは世界で一番最初でないとダメなんですよね。発明にならないんです。で一番最初にいろいろな基本的な発明をやるっていうのは並大抵じゃないんです。だけど誰かが何かを考えてそれをコピーしていくとか、そういうことは1万分の1の努力でできます。だから仙台方式っていう形で、まあ、うまい具合にですね、瓦礫の処理のやったんだったら、宮城県を仙台方式真似て、岩手県も真似てやれよ。でお金が足りないというんだったら、ね、あのお金持ちの東京都みたいなのあるわけです。もちろん国だってこんなお金持ってる。で人が足りないというんだったら、まあ全国の自治体はですね、皆さん汗を垂らして精一杯仕事してるか分かんないけども、少し間引いていただいてですね少し間引いていただいてその現地に応援に駆けつけていただくと、そういうことはできるわけです。それでできるじゃないかっていうで、面白かったというか、まあ、ひどい話だったのが、あの仙台市は、まあ、あの東北唯一の政令指定都市なので、お金もですね、政令指定都市っていうのは県の機能も持っていて、お金もですね持ってるし、頭も持ってるし、あの現場も持ってるしっていう、そういうところなんですけども、じゃあ他のところどうだったのかって、岩手県の陸前高田は、あの市長さんが、まあ、民間 の会社の、上がりの人でですね、彼は去年の4月5月の時にその陸前高田でやっぱり瓦礫の処理をやらないと復興につながっていかないということで、瓦礫の処理プラントを作ろうとした。で県に申請書を出した。そしたら県は何て言ったかって言ったら、今から2年かかりますって言われたんです。ほんでちょっと待ってくれと、普段の富じゃないんだ、なんで2年かかるのか。そしたら、まずここの地目は農地なので、地目変更しなきゃいけないから地目変更に6ヶ月かかりますとかあのそういうことをまあ言われて、で交渉したらしいんですよ。
ほんで、呆れ返って、もう腹を立てて、呆れ返った話として書いてるんですけども、今まで、その、一喜一憂、ね、一喜一憂ということは知ってたけども、あの県の人たちと交渉してたら、ね、一喜三憂だって言って、まあ、そんな感じでですね、つまり、あの県も許可を与える県だとか環境省もですね、全然地元でのその復興支援というか瓦礫の処理っていうのについてはほとんどまあそういう形で来ていたということが、今回分かって、で環境省自身が今言いましたように、瓦礫の処理が遅れている、あるいは3年以内やらなきゃいけない、あるいは、地元はできない、環境省が言ってきた公益化の理由がですね、ことごとくその根拠はなかったみたいな、また自ら否定していた、そういう形になって、まあ公益化問題というのはね、実はもうあの彼らから言えば廃線の処理をどうする、廃線処理過程に入っている。で今時ですね、まだ瓦礫の処理を続けていかなきゃいけないとか何とかって言ってる、もちろん全国に、まあ、数少ないあの市町村、組長さんがいるんですけど、きっとですね、なんか別の狙いがあってですね、やるとか、もうもっともう事件そのものの、あの目の前になるからですね、やっても違いない。そういうことを言われないために早く撤退した方がいいですよっていうのが、そのちょっと前半部分です。で、あとはまあちょっと読んでいていただいて、あの今はその公益処理をめぐる問題なんですけども、公益化されるがれきが汚染されているかどうか、安全なのか、処理をして安全なのかっていうのは、やっぱり一番我々にとって関心事だったわけですよね。で、あのもちろん そうなんですけども、もう全体的な枠で言えば安全か安全じゃないかという一つの基準をきちっと作って、有害なものについては保管する。今宮脇さんの緑の防波堤みたいな、そういうアイデアだとか、高知大学の立川亮さんのですね、福島第一原発の周辺は一つもなくなっているので、そこの周辺に置き場を作って、もう有害なものを処理処分しないでそのまま保管するっていう形を取ろうじゃないかとか、まあそういうアイデアが今出始めてるんですけども、やはり、安全か安全じゃないかという基準をきちっと決めた上で、有害物はそういういろいろ今アイデア出されているものをもっと、実際的に計画として見つめて、そこを保管していく。でその代金はですね、誰が支払うか、あなたが支払えばいいかどうかっていうと、あなたじゃなくて、やっぱ当然ですよね。で国民の税金ということでもないですよね。当然に支払わせるという。で、安全なものは被災地の復興支援に持っているんですよ。で、実際に、去年、この瓦礫の処理、3件で2200、当時2400万トンって言ってたんですけども、広域は岩手と宮城だけ、岩手と宮城だけを対象にして福島を除きました。なぜ除いたか、これは福島原発の爆発事故だったので、当然その福島県の瓦礫は汚染されてると、全国に運ぶって言ったって誰も受け入れてくれないだろうと、だから福島県は差し替え除いてということは、岩手宮城の
瓦礫は汚染されてないというのが最初の認識だと。これは今年の月間廃棄物でもですね、環境省のリサイクル対策部長さんが最初は汚染、彼の言い方はこうです、ね、最初は福島県だけが汚染されていると思っていたという表現ですね。つまりここは汚染されてないと思う。ところが皆さん去年のずっと我々が報道だとかいろいろ思い返していただきたいんですけども、この瓦礫の大方の方針を6月に環境省は決めたんです。宮城岩手のものだけ、広域化すると。7月に牛肉汚染問題が出ましたね。稲わら、露天に干していた稲わらが福島、宮城、岩手でも露天に干しても稲わらにセシウムが降り落ちて乾く、雨が降って稲わらに染み込む、乾く、でまた雨が降る、乾く、そういうふうに濃縮されて数万ベクレルの汚染になって、それを注意されなかったんで食べさせちゃったと、牛に。それで牛が汚染されたと、食品の暫定規制値よりもオーバーしたという話がありましたね。その時にすでに岩手宮城もですね、露天に置いてる瓦礫はですね、汚染されてるっていうふうに考えるのは普通ですよね。それがですね、環境省は方針変えなかったんです。でこれは多分ですね、稲わら牛肉汚染問題は農水省管轄なんですよ。で環境省管轄ではないんで、見ないし聞こえないふりをしたんだと思うんですね。でこの後にここに書きましたように、早川幸雄さんという群馬大学の先生が、東日本を中心に各市町村が放射線の空間線量を測っているんですね。でその空間線量を結び合わせていてですね、等高線のようなものを作っていて、で色分けしたわけです。どこがいつもの濃いか、そうすると一発で分かりますよね、状況が。でその色分けをして、でそれぞれ福島第一原発で爆発が4回大きい、3月12日、3月15日、15日の午前と午後で、3月21日、4回で、4回あった時の風向きの方向だとかっていうのをその汚染地図と重ね合わせていった時に、明らかに岩手、宮城もですね、3月12日の汚染の時にちょうど向こうの方に風向きがなっていてですね、女川と女川と石巻の間をくぐって岩手県の一ノ関までですね、ずっと汚染が広がっている、そういう地図が書かれていて、これ、その群馬大学の早川さんだけではなくて、このあと文部科学省もですね、自分たちもこの程度のことだったらできますよということで発表したんです。だけどこれもですね、文部科学省管轄だったので環境省は無視した。それでそのこの宮城岩手は汚染されている、だから宮城岩手の瓦礫をですね、広域化で持っていくっていうことについて見直しするっていうことはしなかった。ところがそれからあとですね、16都道府県のこの東日本を中心にした汚染地域の16都道府県の、各市町村の、焼却灰の汚染度っていうのを、これは環境省が発表した。でかなりですね、焼却灰汚染されていたということが事実として発表されています。
で我々ごみ問題に関わってきている人間から言うと、あの焼却灰に汚染物が残っているということは当然煙突からも出ているということなんです。煙突から出る排ガスが全部取り切れるなんてことないので、ね、でそういうことは環境省も一応プロなので分かってたはずなんだ。だから彼らはもうその時には多分ですね、予算がつくっていうもう見込みが出ていたので、広域化の方針を変えることはなかった。で方針を変える代わりに彼らがやるのはですね、得意なことがあるんです。へりくつを言うことが得意なんです。考えるんですよ。どういうへりくつを考えたかというと、こういうへりくつを考えた。つまり岩手宮城も汚染されていたけども、それを運んでいく東京だとか神奈川とか埼玉も汚染されていると。で汚染されているものを、まあ、草木ゴミだとか土手だとか燃やしていると。で燃やしているところに持っていったからそんなに変わらないでしょうと、まあ一つの理屈です。だけど環境省だったら本来はですね、汚染東京だってどこだって汚染されてるものが燃やされてるんだったら汚染するものを燃やしてはいけないから対処を取るっていうのが環境省の役割ですよね。それへり口を言うことによってですね、その当初の方針を変えないっていうのはおかしいじゃないですか。でその時には汚染地域に持っていくんだからいいって言っていたのに、まあ、静岡を含めてですね、全国の九州にしたって、この間僕言った米子にしたって、富山市にしたってですね、みんな非汚染地域です。いつの間にかね、汚染地域に持っていくんだからいいでしょって言ってたのに、非汚染地域に持っていこうとしてるわけです。ちょっといい加減にしろっていう。でもう一つ、あの理屈の上ではですね、ちゃんと用意してるんですよね、彼は。だけど、焼却施設を燃やした時にはバグフィルターがあって 99.99% 取れるので、ね、燃やしても大丈夫だっていうのがもう一つのへりくつ。ただこのへりくつも次々と暴かれていってですね、もうあとはですね、先がないところにまで来ています。で一つは有識者会議で検討した結果 99.99% 取れるって分かりましたっていうふうに言ってたんですけども、それは有識者会議で検討したのは、PM2.5 っていうですね 2.5 ミクロン近辺の微小粒子のあれで放射性物質じゃなかった。それは僕もずっといろいろインターネットだとかそういうところで情報発信してたんですけども、今年の1月の21日に東京新聞で、でかでかと。で、東京新聞の記者がですね、環境省の担当者にインタビューして、これ本当に実験したんですか？実験したんだとデータあるんですよ。ってこう、しつこくやってる。その時多分環境省の窓口の担当者は、なんか、あれですよね、もう、やけになってたんですよね。それで、白状しちゃったんですよ。確かに十分なデータはなかったけども、ね、ゴミは1日でも燃やさないとですね、大変だからとか、何か分からんことを、その1月21日の東京新聞で白状した。これはものすごい影響を与えましたよ。というのは、全国の市町村、環境省だけじゃなくてですね、瓦礫の受け入れを検討しますって言ったところ、当然議会でも問題になったわけですよ。で議会の議員がいろいろ質問したりしてるじゃないですか。そしたら全部同じように言ってたわけですよ。 99.99% 取れますって。でそれが証拠があるかとかなんてかで深く追求していったらですね、いや環境省が保証してますよ。で環境省は電話する人もいますよね。環境省はそれでどこだとか、いや専門家の有識者の人たちが保証してますとかなんとかってやってたわけですよ。それは根拠がなかったっていうふうに。それで
その後にですね、大きかったのは島田市の試験焼却。これ試験焼却の結果、煙突から何も出てませんでしたって言いました。当然まあそのバフィルターで、取れたっていうふうにね話してですね。でこれをその我々もですね、その技術グループがこれ調査して、で計算した、全く同じデータ。そしたら 60% から 80% しか取れてなかった計算は。彼らのデータを使ってです。どういうことかというと、20% から 40% は煙突から出てたということですよね。で、なんでこんなことが起こるかというと、結局あの煙突からは彼らはですね、出てないって言わないんです。不検出っていう。不検出と出てないとどう違うんだって話ですよね。で、あの素人さんにはですね、分かんないんです。まあ我々技術系のあれはですね、不検出っていうのはあの現状の検出方法だとか検出の限度っていうのでやると不検出 NG という。じゃあそれはゼロかっていうとゼロじゃない。だから検出限度というのはここまでは検出しなかったことにしますという約束事の、約束事の中に全部入ってたから不検出。そうすると実際にどれだけあのどれだけか出ていく可能性があって、その計算するとちゃんと60から80で合うわけで、そのことが我々はですね、もちろん我々の仲間内だけも話してそれを終わらせるというんじゃなくて、3月26日の環境省の交渉の時に、その人間にですね報告してもらって、そのデータを環境省に渡しました。どんなもんだ。で、あとはこれに対してケチつけるんだったらケチつけるけど、一番大事な話じゃないですか。で、3月の26日にそのデータを渡して、今日まで何の返答もないです。で、早く返答しろ、早く返答しろと何遍も言ってるんですよ。言っておかないです。で、もう一つは、バグフィルター。これはね、やっぱりその振動をやってる方が、今回すごく幅広い方なんでですね、ほとんど、僕ら、技術系の人間の常識から言うとですね、無謀なことをやられるんですよね。普通ちょっと考えてくださいよ。あのバグフィルターメーカーの日本でですね、焼却炉っていう千数百機焼却炉があります。それ持ってるの市町村、市町村が今これを、瓦礫のやつを受け入れようとしてますよね。全部じゃないですけど、ね、そうするとこのバグフィルターのメーカーさんにですね尋ねて、これ本当に放射性物質が取れるんかとかそういうことを尋ねても、一番最大のバグフィルターメーカーの最大の顧客は市町村なんです。顧客の不利になるようなことを言わないだろうと僕なんか思っちゃうわけです。ところがあの市民の皆さんはですね、無謀だから、とにかくそう聞いてみたわけです。聞いてみたら意外や意外ですね、バグフィルターメーカー、聞いたバグフィルターメーカーみんなですね、保証できませんって答えた。なんで保証できないのか、実験も何もしたことないから、バグフィルターで放射性物質なんて取れるってこと保証できませんって言ってた。これは大変な話ですね。今まで市町村の行政がですね、例えばこんな危険性があるか、あんな危険性がないかとかっていう話になったときに、大体ですね、行政が出してくるのは、メーカーでこういうのが使用されてますとかね、そういうのを出してくれるのが今までの筋書きだったわけです。だからその出してくるメーカーさんがですね、保証できないって言っちゃった。で、僕らもね、なんでああいうふうに答えたのかなっていうふうに思ったんですけども、多分、製造物責任で市
町村が取れるって言って、メーカーさんももし取れるって言って、みんなメモリー、電話やり取りするときもメモリーがありますから、メモリーに録音されてるか分かんないから、変なこと言ったらですね、今度それで周辺に放射線物質を廃棄して、それで影響が出て、損害賠償だとって話になったときに、メーカー保証って言われるんです。で役所は大体ですね、民間のメーカーに押し付けるのは大得意です。結局自分たちの責任で引き受けときながら、その最終的には民間に押し付けちゃうんです。それでもう多分いくらなんでもですね、嫌だって。で僕はまあこのバビューターの問題については、もう当初からあちこちでこれもう全く出てられないだっていうふうに言って、それで当然あちこち の講演会の中にですね、焼却のメーカーの本当専門の技術者さんだとか、でバフィルター扱ってるメーカーさんだとか、いろんな人、どういう人が来るか分かんないですよね。でいろんな人が来て、ほんでこう終わった後の座談会で、まあその通りだって言ってくれてたんですよ。で自分自身も言ってること、まあ、間違いなかったねってことで安心してたっていう。今回とにかく問い合わせたらメーカーは保証できません。でここまで来ちゃうと、まあ皆さんから、いろいろ話が出ましたけども、こんなに日本の役所っていうのはいつからこんなにひどいことをやることになったのだろうって。でそういう質問も受けました。で青木さん、これなんでこんなことがあの人たちでできるんですかねっていうふうに。でそれはですね、僕は例えば本屋さんに行きます。で本屋さんに行くと被爆限度量、お医者さんが書いたりとか、まあ医学者が書いたりとかっていう、その被爆限度量の本がいっぱい出てます。で100冊出てるうちの大体90冊はですね、90冊以上ですね、100ミリシーベルト、つまり日本で今法律では年間1ミリシーベルトが被爆限度量っていうふうになってて、5ミリシーベルトはですね、放射線管理区域っていうことで、防音のプロテクターつけてですね、その手配するときにはちゃんと払わなきゃいけないとか、あるいはその、ゴミシーベルトの管理区域の中では食べ物だとか飲み物にあってはいけないとかっていう、そういうところで現実的にはみんな子どもたちもですね、生活してるわけです。でそういう生活してるそういう現状を置いといてですね、100ミリシーベルト、1ミリシーベルトだとか管理区域の5ミリシーベルトではなくて100ミリシーベルトもあればですね、大丈夫だと。でその人は山下俊一さんっていう長崎大学の教授をやってた人ですね。でそういう、まあ、ミスター100ミリシーベルトって言われてる人ですけども、そういう本が並んでます。でそれが科学的に正しいんだっていう。だから結局ですね、お役人たちは罪の意識に苛まれることなくですね、今言ってきたことを平気でできる。だから彼らと話をして覆していこうと思う。まあそこらのことはちょっと僕の、本にも、書いてあるんですけども、まあちょっとそういう本なんかでですね、まあこういう空気と食べ物の放射能線で、ナウシカの世界がやってくると、こういう本を、まあその本にもちょっと書いてある。で最後に東京の石原知事はですね、この瓦礫の問題を受け入れるときに、何も放射能がガンガン出てるわけじゃないんだいうふうに言って、その受け入れるっていうことを発表したときに、
3000からのですね、メールだとか電話で抗議があった。で、抗議があったことについてどう思うかというふうに記者会見で聞かれたら、石原さんはそんなの誰と言えばいいんだろうというふうに言ったんです。で、僕はしょっちゅう変なことを考えるのが好きでですね、これはどういうふうに言ったらいいのかなと思ってたんですけど、あ、そうだと。水戸黄門のあれを見ても何を見てもですね、大体庶民に対して黙れっていうのはですね、ほとんど悪大官の役割なんですよね。ほんで、あ、これは石原さんは悪大官なんだと、今流に言えば。ほんで、彼はそのガンガン出てるわけじゃないって言って、確かに放射能というのは我々は見たり、その触ったりですね、そういうこともできない。武田邦彦さんはこういうふうに言ってます。放射能はですね、例えばセシウムを触った人はいないって言われるんですよ。で、なんでいないのかというと、触った人はお亡くなりになっている。で、このどれだけの量でその我々に対して影響があるかっていうのを言おうとしたらですね、こういう言い方がいいよって教えてくれた人がいて、でその言い方でしますとですね、今まで放射性セシウムは100ベクレル以下は、まあ、一般廃棄物として取り扱っていいよでって言ってたのを80倍緩くしてですね、8000ベクレルっていう、今までは放射性物質としてきちっとですね、保管だとかそういうことが義務付けられていたものまで大丈夫ですよって8000ってよく出てくる。その8000を1億2000万人の人にあげるとしますよね。セシウム8000ベクレルで、どれだけのセシウムを用意すればいいかというと 0.1g のセシウムでいいんです。つまり放射性物質っていうのはね、危険領域が8000というのは一つの指標だとしたら、皆さんに危険物を分担してもらって、皆さんだけじゃなくて1億2000万人の人に分担していただいて、なおかつ 0.1g でいい。つまりそれだけの微小なですね、量で影響を与えるっていうことなんです。で、そういうものをこの、まあ、我々が住むところにですね、煙突から振りまいたり、あるいは埋め立て処分したりすることになると。したがって、まあ、このさっきお話ししてきて、皆さんが、これまで耳に伝えてきたテレビや新聞でですね、耳に伝えてきたのは、国だとか、自治体が言うことをそのまま、新聞テレビが流してきた。それを我々は聞いていた。つまり新聞テレビの情報というより国の情報ですよね。国や環境省の情報、これはもう信用できない。で、我々はそういうのに頼っていくことはやめましょうって。で、瓦礫を焼却していけば、やはり空気が汚染されて、で空気を吸うことによって受ける内部被曝っていうのはですね、どんな微小な領土でですね、どういう影響を与えるか分からない、そういうことが言われている。だから、その瓦礫の焼却についてはきちっとストップしていきましょうというのと、瓦礫の全国広域化処理っていうのは、今回僕あちこち回っててですね、逆に気づかされたんですけども、静岡とか秋田、静岡もですね、お茶、みかん、いちご、まあ、農業生産も一つの軸になってます。で、秋田もそうです。秋田は秋田小町だとか、そういう今貧乏線地域が瓦礫を受け入れることによってですね、その処理、放射性物質を周辺に振りまけば、農業自体が おかしくなります。ダメになります。売れなくなります。信用、風評被害というよりも信用がなくなるわけですね。そんなのを受け入れる
市長さん、あるいはそんなのを許してしまう市民の皆さんが作った生産物がとても口に入れることはできませんよという話になる。信用問題です。で、京都奈良ではですね、もしそれを瓦礫を受け入れれば観光客が来なくなる。観光客の収入によって京都奈良の文化財というのを守られているというのは実態あると思う。日本の文化自身も壊していくこと。じゃあ経済面どうかといったら、愛知、大阪、愛知、この間問題になったのはトヨタ の自動車でですね、セシウムが検出されて、で付着しちゃったらですね、取れないわけですね。でこれがこの間1回だと2度3度あったら、トヨタ車だって売れなくなる。で、外国人がですね、せっかく作った名古屋空港に来てですね、打ち合わせしようって言った時に、外国人の中にはですね、名古屋で打ち合わせが嫌だと。なんでだって、遊ばない情報にするから言えば。大阪だってそうです。大阪は、西がやっぱり一つの、大阪湾が一つの西に向かっての窓口です。で大阪国際空港は、大阪の中に作っています。で埋め立て処分場は海面埋め立て場 でそこにですね、セシウムが混じった焼却炉を捨てたのをやっていた。大阪の経済発展って言ってるそこの窓口って言ったら不正でしょ。で何をやってるのかなっていう。つまり日本列島全体を汚染させて、で日本の文化とか経済とか、つまり環境省のガチンガチンのですね、省庁利益しか考えてない役人のために、その役人の瓦礫処理のためにですね、日本のいろんなものが崩壊していくっていう、これはストップしなきゃいけない。で非汚染地域はじゃあどういう役割かって言ったら、これはむしろ非汚染地域の避難者を受け入れたり、汚染地域に安心安全なですね、食材を供給したりすることが任務だ。多分これからのもう日本の大きな構図から言えばですね、非汚染地域を聖域としてどう守り抜いて、で、そこをとにかく一回ですね、もうメタメタにその交代するいろいろな面をですね、そこで受け止めて、そこからもう一回発信していくっていうのが大体その今後の構図になっているんじゃないかなっていう。ふうに、まあ、いろいろあちこち走りながら戻ってきました。で とりあえず学習会、その以上のような提案をちょっとさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。